差し上げ、ジャッキー、はい。あちゃいました。ハタゴンさんになら勝てるかなって思ったんですけどダメでしたね。悔しいです。ここ今赤く光ってると録画になってますんで、はいはい、ずっと回しっぱなしでいいんですので、はい、ありがとうございます。はい、やばい、負けちゃいましたね。終わっちゃいました。でもこれは私じゃんけん本当に弱くて、毎回やるたびに1回戦目で負けるんですよ。その予想通りでした今回も。次こういう勝負あったらどうしたいですか。いやもう強気で、もう多分オーラから弱そうな感じが多分出てるので、もうオーラから次は放って頑張っていきたいと思います。ありがとうございましたありがとうございました。はい、じゃあ喋っ、あ、来ました、早速仲間が仲間が、え、こう来るの。はい、送ってください。負けました。負けましたね。はい、しかも1回目で負けて、はい、上村愛香さんです。あー、強かったですか。はいでも1回も愛子になることなく、あー、ちょっと1回試しにやってみる。あ、ここでここでちょっと負け組頑張る。最初グーじゃんけんぽい。あー、ほら、やっぱりやった、勝った。弱い、楽しい。これえ、これどこ終わりですか。あ、ここでちょっと待って待って、はい、負けちゃいましたねすごい、あ、なんかすぐ負けちゃったいやでも可愛い子を拝めたのでよかったです可愛い子を拝めた。はい、ちょっと気になってる、あの10期生の西美桜ちゃんもちょっと接点できたのでよかったです。満足できました。はい、はい、思い出ができましたポジティブああ、ようこそこちら側へよかった。すごい、こんなカメラあるんだ。え、こっちの方がなんかさ、お得じゃない？え、こっちの方が美味しいんじゃない？終わった終わりました。はい、開けちゃいます、あっけなく。いや、いけるかなと思ったんですけど、やっぱメンバーよく知ってますね、私がじゃんけん弱いことみんなに、いや負けそうとか、じゃんけん弱いよって言われて、その通りに行っちゃいましたね。ちょっと悔しいです。いけー、負けたの負けたの。待って、インタビュー終わってないのにもう負けてるんだけど、次の人逃走してきた柚木さん、お迎えに行きました柚木さん、勝つと悲しい。タイヤ弱そう、なんかでも弱そうな子さ、こっちは選べたじゃん。あハタゴンはね、ハタゴンさん弱そうだと思う。そうですよね。でも弱い。あ、そうなんですか。あ、じゃあそれよりも弱いと困っちゃいますね。秒で負けました。秒だった。もう瞬殺。ポーンポーン。でもやっぱこれも勝負なんで、やっぱ残ったメンバーに勝ち抜いて番組に出てほしいなって思いました。そして私もなんか11期生受けようかなって思いますお疲れ様でした。いやいや逃げてくるなでもちょっと悲しくなかったですか、あそこなんかさ、最初の別れ際がさ、なんとも言えない感じだよね。どんだろう、横のやつ、なんでそんな横めっちゃアップになっちゃった。横のやつ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。負けちゃいました。負けました。でも負けるような気がしてて、ちょっとなんか多分負けるから、ちょっと強めに先輩行こうと思ったんですけど、ちゃんと負けて、あの本当にじゃんけんと運がなくて負けるだろうなって思ってて、あの私パー出そうと思ってたんですよ。人って緊張するとグー出すっていうから、パー出そうと思ったら緊張しすぎて自分がチョキ出しちゃって負けましたあー、うわー、エゴミスよ。なんか絶対にあの出てた人から引きずり下ろそうと思ったけど、分かった。かわいい顔して言うね。なんでエゴミさすがだな、ね。強そうですよね。うん、え、私弱そうだと思ってましたずっと。なんかエゴさんか西美桜ちゃんかなと思って。ああ、確かに。じゃあ谷さん面白いこと。
面白かった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 面白頑張ってほしいですね。結構そのハングリー精神ある子だと思うので、この調子で頑張ってほしいです。負けちゃった。もう呼ばれないこれ、いつ呼ばれない。お、来ました。おー、来ました。ごめんなさい、負けちゃった。え、これ何これ飲んだだけの遊び。普段からよく言われるんですけど、それがやっぱり出ちゃいました。敗因は何でしょうね。あの、今年の運勢が1位らしくて、あ、もうそれは負けるなと思ってちょっと納得です。ちょっと運勢がいい年の時にまたじゃんけんしたいなって思います。来年、来年とか。赤いな、来て来てよ。あ、来ちゃいました。あ、強そう。めちゃめちゃいい。フイちゃんだけは選ばないと決めた。そんな強いんだよ。絶対強い。フイちゃんと今日来るときずっとフイちゃんだけは絶対勝つから。強そう。ここ入れないの。ここからね、入れないの。何のやつ？なんであの？何のやつだこれ。たまたです。このために髪の毛を切ってきたんですけど、ちょっとそれがダメだったみたいです。じゃんけん強くなれるように頑張ります。ちょっと最近何かと話題の彼女なのでやっぱなんか持ってますね、あの子は。ありがとうございました。バイバイ。なんか持ってますね。なんか持ってるね。一人ゲームも強そうよね。確かに。楽しそうに。誰だろうね。リカちゃんか、糸ネキちゃんか。リカちゃん。負けちゃいましたね。もう負けました。心理戦でやったんですけど負けちゃいました。心理戦はい、なんかパー出しますって言って、そしたらチョキ出すと思ったんですよ。グー出したらパー出されます。もうやだよ。いつも負けるんですよ。勝ったことないんですよ。次こそは勝ちたいですね。次こそは勝ちたいです。本当に次はもう心理戦やめます。もう意味ない。で、ジャージも着てきたら多分ダメってことが分かったんで着てこないでおきます。負けました。かっこいい。あれ、かけてたのに。ちなみに私が勝つって思ったから。あ、もう大好きです。知れっぞ。大人って怖いですね。なんだ。じゃあ終わりじゃん。終わりだね。終わりだ。帰る？以上負け組。負け組。帰る？ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。すいません、じゃあちょっと皆さん惜しくも負けてしまいましたが、まあ、せっかくならちょっと誰が一番弱いのかをですね、ここで決めていただこうと。やば。なるほどね。はい、これもう名誉の戦いです。名最弱。何もないよりはいいです。そうだよね。では皆さんの仕切りでどうぞ。
最上級チェックポイント。アイコンでしょ、アイコンでしょ。最後にじゃんけんをしたいです。いつかやらせてください。お願いします。